こんばんは。こんばんち。こんばんは、皆さん。どうもどうも。めっちゃボサボサです。もうもう朝からこの髪型でした今日。皆さんこんばんは。今日4月終わりですよ。やばないね。夕ご飯ね、さっき食べた。さっきね、家着いて食べたよ。お腹いっぱい。お腹いっぱいでしょ。ふーちゃんこんばんは。こんばんは。おから蒸しパン食べた。なんかおから蒸しパンのクリームチーズ入れてクリームチーズケーキみたいにしたの。それを昨日の夜作ってて、本当は今日のお昼にねお弁当として持って行ってたんだけど、なんかお腹空いてなくて今日のお昼。そうで、いらないやと思って、まあ今いいやと思って食べなかったので、そしたらレッスンにあるの忘れてて、あ、レッスンあるわと思って、1時間だけ出て、あ、セトラブだと思ってセトラブ行ってそしたらずっと食べるの忘れてて、さっきやっと食べれて、お腹空いたからめっちゃ美味しかった。そうそう、なんかおから蒸しパンを冷やすと美味しい。あの水を多めに入れて作って、しっとりさせるとチーズケーキみたいになるの。クリームチーズ入れたから、風がそう、ちょっとね甘党なもんで。こんばんは。今日はね40分ぐらいしか配信しないでおこうと思ってるの。すごくね、眠たい。すいません、今日ちょっと久々に6時半ぐらい起きて、ちょっとすいません。はい、でもちょっと昨日も配信してなかったからしようと思って今日朝早かった。今日あとね、今日移動が多かったから眠たいんだと思う。うん、6時半は早くないよ。早いよ。私が早いって言ったらもうそれは早いんだよそういうルールなの、ここの配信の中は本当に寝るよ。だって明日もお話し会、すごいね、朝から夜まであるので。そうなんですよ。なので寝るよ、ちゃんとしっかりね、たくさんみんなと話せるように。そう、そうだよ。
そんなわがままな子に育てた覚えはないのに。君は誰だ君が一体誰なんだはね、そう、いっぱい笑った。じゃん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 。お話し会の集会なんだから、お話し会椅子を買ったよ。こんばんは。お話し会再販当たった。お、ありがとうございます。申し込んでくださった方、再販中かな今も。そう、トゥトゥル、僕らも忘れて、なんかさくさくタラタラタタ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 。あら、私そうなのか。ありがとう、たくさん申し込んでくださった方、ありがとう本当に。話せない方の分までショールームもしますね。5月、明日からもう5月だからな。やば、明日おしまし使えるで。あ、そうなんですか、らしいっすらしいっすよ。じゃんじゃんじゃん。成人式にも出るんだね。そう、あさってね、成人式。おしましも上限あるっぽいんすよね。あ、そうなんだ。私なんかその辺のね、制度がよく分かってないんだよな、お話し会。オンライン。そう、5月はね、ちょっと忙しいと思います。ずっとそうなんだよね、今のところ。あの、ライブとかがどうなるかって感じはあるけど。こんばんは。みんなゴールデンウィーク何してんの？今日は何？有給取った人。明日いつ更新されるのね。私も気になる、それ。もうすぐじゃないかな、でも。フラワーフェスティバルも延期になっちゃう。そうなんですよね。フラワーフェスティバルも広島ちょっと増えてて。仕事、学校、仕事、バリバリ仕事。明日からゴールデンウィーク、明日も仕事。みんなでオンラインで桃鉄する。お延期じゃない、間違えた。フラワーフェスティバル無観客だ。そう、無観客になっちゃったんですよ。有観客だったんですけど。そう、配信はありますよ。
モンストとモンハンしかすることない。めっちゃモンスターすごい、モンスターめっちゃ討伐しますね。いいね。残念だね、寂しいね。なかなか YouTube じゃなかったかな、かゆみ。もうすぐシーズン変わるけど、エピックスいつだっけ、5月4日ぐらいじゃなかったっけ。あっべあっべ。広島市の成人式オンラインやって、そうなんですか。初めての情報、そうなんだ。マジか、もうめっちゃ増えてるもんね。どうなるかわかんない、それは初めて知ったから。私も今、そうなんだ、今日変わった。あ、そうなんだ。あららららら、らもう私成人式できる未来が見えないんだけど、もう悲しい。なんか私ってなんでこの年に生まれたんだろうなんか、まあ、成人式にそこまで重きは置いてないけど、なんかやっぱり人生の節目として経験しときたかったな。オンライン、まあ、しょうがないんだけどね。悲しいな、なんか。そうだよね。そうな。時を戻そう。ちゃんちゃかちゃん。理想でね。まあ、たらればはしょうがないですもんね。今の泣きがないなあ、レバニラ、たらればだよ、たられば。何々してたらとか、何々してればとか言ったとて、変わらんもんは変わらんって感じですもんね。スペシャルイベント当たらん限り二度と会えんかもしれん。スペイベ、そうだ、スペイベあるんだもんね。もう最近のふーちゃんいろいろ、どうだ最近のふーちゃん、健康食食べてる毎日だからとっても元気。こないだママに久々に電話したわ、昨日か、昨日ママに久々にね、10時くらいにちょっと話さなきゃいけないことがあって、
連絡事項的なのなんだけど、電話したらママから、ふーちゃんから久しぶりに連絡来て嬉しかったわーって来たから、もっと連絡しようと思ったうん、全然連絡しないからな、うん、母の日ね、もうすぐ母の日だもんね。ユニバの写真めっちゃ良かった。そう、昨日ね、ユニバの写真あげた。あの、もう去年の半年以上前かな、行ったの。そう。そう、めっちゃ前だ。なんか、しかもめっちゃ、なんかマスクしてる写真しかほとんどないんだけども、なんか別に SNS にあげないつもりで行ったのよ、別に。千穂ちゃんと普通に、楽しみに、なんか、乗り物乗りに行こうぜみたいな感じで行って、なんか SNS そんな上げるつもりなくて、そうだからマスクずっとしてるし、そうあれなんだけど、ちょっと上げようと思ってそう最初はね行く、そうって言ってたんだけど、そうあるよ今恐竜ここに。なんか家でしてたらアホっぽいな。ウケる。そう、これこれしてた。楽しかった。冬になる前かな行ったの。冬になりかけぐらいの時に行った気がする。いつか覚えてないんだけど、そう行ってあげました、2個。そう、ユニバ行きたい。ユニバーサルスタジオジャパンへようこそ。行きたいね。今やってないよね。そう、まあね、落ち着いたらだね、いろいろ。コロナちゃんが、私も大阪帰れないので、ずっと、もう多分大阪やばくて、コロナ。ショールームのイベント知ってる？ショールームのイベント、なあ、海か山かみたいなやつ。あんまよくわかってないけど知ってはいるよ。そう、海派山派みたいなやつだよね。そう、海投げたよ。本当？どっち？何が違うの？海は何があるの？海が海鮮？すごいね、そんなのがあるんだ。 STU は海。あ、そうなんだ。海派か山派か？どっちも
家派だけどな、ふうん、そうだね、家派かな。うん、俺も自分も家派、カラオケ派、家派のギフト派よ。行くならやなく、食べるなら、あ、食べるならか、食べるなら山って何があるんですか、木の実とか。山って何？ジンギスカン？山のイメージ。山は肉。あ、お肉か。山菜、キノコ。家派。分からへん。アイスがいい、アイス。じゃあすごい固定概念を外れていく。うん、イハワイス、そうそうそう。うちで踊ろう、なんとかしよう、あんたらはんた、おちょろろろろら、パフィボベボパポ、なんたらららら、ほほひはひふへ。星野源さん、うん、家早からな、家早からな。心の中いつもいつも描いてる、描いてる夢を乗せた自分だけの世界地図、タケコプター。夢を乗せてなんちゃらちゃら、遠い国でもドアを開けてほら、ん？行きたいよ今すぐどこでもドア。大人になったら忘れちゃうのかな、そんな時には、思い出してみよう、シャララの僕の心にいつまでも輝く夢。めっちゃいい歌、この歌。ドラえもん会いたいわ。スイッチの入りかいつも家でこんな。その後知らんの、ほんまに？
ほんまに？知らないですか？ドラえもんってなどんな歌があったっけ他。あんあんあん、とっても大好きドラえもんか。そうや、これですね。あんなこといいな、できたらいいな、不思議なポッケでみたいなやつ。空を自由に飛びたいな。はい、タケカプター。そうや。あんまり歌うとバンされる。ふうさ、歌でバンされたことないんですよね。そう、今までこんなに歌ってるのに。ん？ふーちゃんハイテンション。いやいや、ハイテンションじゃないです、逆です。眠たすぎておかしくなってるんです、ちょっと。そう、ここは無法地帯やからな。せやで、無法地帯。ジャイアンリサイタルと思われてるからバンされないのかな。おっと、もっと悪口かな。悪口ですか。私はジャイアンの歌声好きですよ。こんばんは。ジャイアンはいいやつ。どこでもドアでノックなしで入ってこられたらどうする？え、家に？通報するかな。とりあえず通報する。写真撮って、犯人の、犯人、犯人ではないか。うん、そう、ドラえもんに出てほしいグッズ。ドラえもんに出てほしいグッズ？なんやろな。でもなんでもありそう。ふうはなんか浮きたい、浮いたまま生活したい。無重力空間、無重力空間。ふうだけ、世界は普通、ふうだけが無重力、浮くんですよ。そうで、プカプカ生活したい。うん、で、そう、そういう生活がしたい。物も風の周りの必要なものだけ浮いてんねん。そう、もしもボックス、もしもボックスはほんまに便利ですよね。もしもボックスやったら、無重力いいよね。無重力取るの大変そう。違うんですよ、プンってやったら来るんですよ全部。はいはい、そう、そう、能力者、そう、能力者になりたい。
近未来ふうな、来世生まれ変わるなら自分のなんか記憶あるのもいいなって思う。今のそう、悪魔の実、それはワンピースですね。悪魔の実はいらんかな、ふ、うん、来世深海魚とかになってるかもしれん。そやで、転生したい、異世界転生。異世界って絶対あると思う。でもふ、信じてるタイプ。宇宙人も信じてる、信じてるっていうかおると思う、うん、宇宙人もおるし異世界もあると思う。そう、ね、夢があるね。パラレルワールド。そう。面白いよな、そういうの。SF 好きなの？うん、好きやな。でも確かに。セーフ好き。面白いからね。おお。はや。なあ。映った？いやー、なんかめちゃくちゃ重たい漫画を読んでさ、最近すごいね、全員が闇落ちするんですよ。全員闇落ちするからさ、マジでちょっとなんか気分悪かったそう、いや、ちょっともうちょっとしてから教えますね。私もまだ読んでる途中なんで。そう、いやー、漫画はいいよね。あれも読んだな最近。タイトルが出てこない。何やったっけ、ヤンジャンのやつ。ヤンジャン連載してんのかな今。何やったっけな、忘れちゃった。何さん、久保さんは僕を許さない。久保さんかな、久保さんは僕を許さない。もう尊すぎてやばい。それは可愛いやつなんですけど、僕って書いてモブって読むんですけど、モブな僕を許さないか。久保さんはモブな僕を許さないかな、なんかそんな感じのやつです。そう、どんな内容、なんか主人公がめっちゃモブなんですよ。まあクラスとかにいても誰からも気づかれないような存在で、ほんまに担任の先生とかも気づかへんし、なんかほんまに誰、クラスメイト誰一人気づかへん。え、おったんみたいな、今日学校来とったんみたいな、そうやつ。最近それをね読んだ。久保さんが超可愛いのよ。そう、そう、超可愛いの。うん、で久保さんだけはそのモブのね
白なんとかくん忘れちゃった、白石くんなんとかくんを、その主人公のモブくんを見つけれるんですよ。そう、俺とどっちが可愛い、100ゼロで久保さんやな白石くんか。そう、面白いんでぜひ。久保さんがめちゃめちゃ可愛いんで、白石くんもめちゃくちゃ可愛いんで、もうその2人の世界線が可愛すぎるので、ぜひぜひ読んでみてください。うん、おすすめ、キュンキュン、キュンキュンにおすすめです。いや、久保さんはね、小悪魔なんです。すっごく小悪魔だと思うよ。そう、めっちゃキュンキュンする。うおー、ありがとうございます、ごちそうさまです、うわーってなるような感じ、うん、そう。主人公はね、妖精じゃないよ、人間。そう、久保さんもけなげなとか、そうなの、けなげなんだよね、久保さんも。あ、闇落ちするやつは違うよ闇落ちするやつはちょっと本当に、そう、いやー、明るいのよ、もう。そう、久保さんはモブだ、僕を許さない、ヤンジャンかな、多分確かヤンジャンで気がする、うん、キュンとします。あ、40分ぐらい、じゃあちょっとお風呂入って明日に備えて寝ようかなと思います。青春系読みたい、あ、ぜひ、じゃあ青春です、読んでみて、今から。可愛いだけじゃない、しきもりさんも可愛い、私しきもりさんマジでやばいんだよね、しきもりさん好きすぎる、しきもりさんかっこいいよな、めっちゃ壁ドンのとこやばい、汗かいてるってことか。よし、じゃあランキング見ます。はい、30位デュラント、29位テリーピー、28位ユキハヤ、27位リピピー、26位ヒッキー、25位ナノ、24位ロングソード、明日はよろしくよろしく、23位ハム、22位ノリフミ、21位テツミヤ、20位奥行き、19位ケイ香港、18位リョーニャ、17位がトリウミ、なーちゃんカミュシ DD、16位がトモル、15位がトップティーのオッショー、再販1枚だけ当たったんで全ての思いを込めます、ありがとう、嬉しい。10位がダダダ、セトラブ楽しかった、大好きやで、ありがとう、楽しかったね。13位がセティン、明日以降のお話かよろしく、よろしくお願いします、ゴールデンウィーク3日間楽しみましょう。12位がダソク、11位がマサジ、1日お疲れ様、お疲れ様、10位がライ、9位がデミ、再販全落ちしたからだけど、もう可愛いの、嬉しい、申し込んでくれて、もう気持ちだけでもちゃんと伝わってるのでありがとう、いつも。はい、8位がシン、残りの時間で不運の一生分の愛伝えるから今日も大好き、ありがとう、私も嬉しいです。7位がお風星のタカさん、ありがとうございます。6位がブービンさん、ありがとうございます。5位が和幸 KK、 愛してる、付き合ってください、ごめんなさい4位がただし、3位がイツアビリー、ツインミツアミスキ、本当久々にした、伸びたなって思った今日、2位がトモヤ、初代ココア特攻を、初代なんですね、いいね、ありがとうございます、トモヤさん。そして1位も、お、1位もトモヤさん、明日よろしくよろしく、ともや2連ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。はい、皆さん今日もありがとうございます。というわけで嬉しかったです。明日はちょっと長めに配信しようかな、じゃあ今日短くてバーッと寝るので、明日はね多分10時ぐらいから配信できる、明日もなんで10時過ぎかな、10時から始めれるかなぐらいから2時間するかもしらん、眠くなかったらはい、
もしかしたらすると思います。でも多分というわけで、よかったらお話し会来られない方もぜひ配信でたくさんコミュニケーションというかね、少しでもお話できたらいいなと思います。ということで、また明日会いましょう。バイバイ。あ、4月ありがとう。またね。また5月に会いましょう。バイバーイ。